時刻は6時18分です。おはてんをお送りしています。ではお絵かき天気です。今日はどんな絵を描いてくれたんでしょうか。清水さん。はい、もうすごいです ね、 ね、雪の粒が先ほどに比べると5倍10倍ぐらいになってきております、はい。雪はね、空の方でできているんですが、空の気温ちょっと高いのかもしれません。雪がねくっついて、落ちてきています。ちょっとね湿った雪になっております。気温が現在マイナス 3.8 度です。さあ、そんな中解体ご紹介しましょう。こちらでございます。はい、魔法の靴発見ということで、はい、お天道様がねちょうどここで靴を履いているんですけれども、さあ魔法の靴とは一体どんな靴なんでしょうか。さあ、おんちゃん行くよ。 VTR アブラカタブーラさあ、魔法の靴があると聞いてやってきたのは苫小牧の時和スケートセンターです。さあ、魔法の靴とはどんな靴なんでしょうか。スケート靴。あちらの方、なんか普通の靴履いて作業してますね。魔法の靴とはこの氷の上でも滑りにくいシューズです。ブルームボールという競技がございまして、はい、それの専用の靴にあたります。ブルームボールとはアイスホッケーと同じルールで、スケート靴ではなくて専用シューズを履いてするスポーツなんですね。本当に滑らないので、家にこもりがちでなかなか冬お散歩したいという方たちもこの靴があればとてもいいということで、口コミでものすごく広まっております。ということで、その魔法の靴を履いてみることにしました。はい、滑らないのかな本当にあれびっくり、あれこれ本当氷、あ氷だ氷だけど、なんか柔らかい人工芝の上歩いてるみたいな感じ。靴裏が気になるね。反復横跳びも OK。 滑らない理由は深いデコボコのスポンジ製の柔らかい靴底なんですね。もちろん氷の上で走ったりしても平気です。値段はちょっと高めの1万3650円からとなっていますが、冬道心配な人はこれ結構おすすめでございます。で、今これ大変な人気ということで入荷待ち状態だということなんですよね。冬道ちょっとね心配だという方は今注文すればね1月ぐらいには間に合うということですので、こちらの方にねお問い合わせしてみていただきたいと思います。林さんは冬道なんか大丈夫ですか。今のところね転んだりってことはないんですけれども、やっぱりツルツル路面はね怖いですからね。そうですよね、雪祭りの頃になるとね、ちょっとね心配だという方はね買ってみるとあの靴ならね、はい、いいんじゃないかと。全然大丈夫そうですね。そうですよね、さあ雪が降ってまいりました。今日の生活ワンポイント見ていきます。